本当に平気？やっぱりやめようよ。ジョディ、あんなにおねだりしていたのに気が変わったのか？知り合いだっていないし、嫌われるかもしれない。それにこんなドレスじゃ。ねえ帰ろ。深呼吸して。心配はいらないよ。ただの誕生パーティーだ。みんなお前を気に入るよ。友達だってできるかもしれないぞ。あ、プレゼントを忘れずに。これはポーの刺繍だよ。とても古くて貴重なものだ。きっと喜ぶ。大丈夫、きっと楽しいから。5時に迎えに来る。楽しめよ。クリステ、いるの？ママ出かけるわよ。さあ、ジョディ、入って。はい、ジョディだっけ？リビングに行こう。もう友達が来てるわ。男子もね。それプレゼント？わあ、ありがとう。行くわね、クリステ。くれぐれもバカな真似はしないようにね。はい、ママ、わかってる。はあ、やっといなくなった。ねえ、みんな、この子はジョディ。ママと一緒にユニット4にいるの。ユニット4？ 超常現象部門の。何してるの？スプーン曲げとか幽霊と交信したりとか。違う。よし、パーティー始めよう。私ビール取ってくる。男子はシャッター閉めて、女子はキャンドル。ジョディ、あなたは音楽かけてきて。さあ、弾けよ。何この変な曲。どいて。もっと今の曲かけてよ。超ノリノリの。ママ、私の部屋には入らないし、完璧無関心。クリステン、お前最高。ジョディ、飲む？うん、ね、ちょっと何むせてんの？初めてなの。うん、飲んだことあるよ。そりゃそうだろうね。どうか？いい、やめとく。僕はマット、ジョディだよね。学校で見かけないけど、基地で授業を受けてない。別のプログラムに同じように受けちゃった。だよね、君みたいな子がいたら忘れるわけないし。クリステンのお母さんと知り合いなの？クリステンとお母さんと同じ部署。僕はロンドンに住んでたんだ。ここに来る2年前まで。君はどこに住んでた？ニューヨーク。ニューヨークとはいいね。一
度言ったけど最高だった。趣味は何？どんなことが好きなの？僕はサーフィンやるんだ。友達とバンドもやってる。で、君は何が好き？何なの？これどこで本を読んだり、そういうことって。でも私、火を出られないし、やれることも。あのさ、聞いてもいい？なんでユニット4に？私には私の力が霊体と繋がってる。霊体って幽霊とかそういうことだ。馬鹿げてるから知らないけど、なんていうか目に見えない存在が一緒にいるの。それって今もここにいるの？そう、あ、いる。会話を聞いてる。バラードだ。あの、踊らない？いいよ。あのさ、よく言われるだろうけど、すごく可愛いね。そっちこそ割とかっこいい。君は他のことは特別な感じがする。なぜ特別だと？ジョディにスーパー超能力を見せてもらっちゃおうよ。あの、いいね、ダメだな、私。面白そうじゃん。くだらない、インチキでしょ。いいじゃない、ジョディ、パワー見せてよ。ねえジョディ、やってみせてよ。ごめん、私そんな力なんてないから。言ったでしょ、インチキだって。オッケー、それじゃそろそろ美味しいケーキ食べよ。それと誕生日プレゼントオープン。やっぱケーキはと先にプレゼント開ける。ラブジェン XXX。 あー、すっごく嬉しい。ニーソックスでしょ。ティーバッグ超欲しかったの。もうママのはいらないでしょ。イケメン彼氏をゲットするチャンスアップ未来の彼氏に超感謝されること、間違いなし。何なのそれ。古い本。なんか変な匂いがする。それ珍しい本なの。エドガー・アラン・ポーの詩集。エドガー・アラン誰？なんだよ、ジジイの書斎から盗んできたのか？違う、すごくレアなの。そうね、その服みたいにちょっとこれジョーク？私の誕生日にわざわざこんなもの私に来たわけ？優等生ぶっちゃって、実験ラットの分際で。そうよ、不気味な実験ラット。ああ、一日中子犬みたいについてくるんだぜ、発情して。へえ、
しかも尻軽。ママに言われたから仕方なく呼んであげたのに。なあ、軽いぜ。尻軽魔女め。俺たちで懲らしめようぜ。魔女といえば火炙りの刑。やっちゃえ。お願い、やめて、やめて、アイクスの神の女王よ、なんでよ、偉大な力を示したい。お願い、お願い、外に出して、お願いだからここから出して。お願い、そういえばケーキは、お願い、痛いの、ここから出して。ほら、パーティー始めよう。ここから出して、お願い。何のギャグ？いや、俺じゃないって。今のは違うよ。もう何なのこれ。私帰る。置いてかないでよ。私も行く。ドアが開かない。嘘でしょ。もっと引いて。本当だよ。開かない。落ち着け。そんなパニックんな。窓はどうだ。ねえ、これが冗談ならこれが面白くない。今の何？何があったの？あいつがやった。
くわよ。しばらくジョディ、うちに帰ろう。